ボス、プライドです。それでは前回の続きからやっていきましょう。折り紙キング。今回はパート、シーン、エンディングやっていきたいと思います。前回ですね、トロフィーをすべてコンプリートしました。イエーイ。めちゃめちゃ難しかったですね。これ全部集めんの。やり込み要素がやっぱ多くて、その分楽しめましたね。はい、ということで、今回で本当に本当の最終回になるのではないでしょうか。新エンディングを見に行きましょう。レッツゴー。そういえば、しなびた、なんだっけ、ハートを復活させるの忘れてましたね。やってみましょう。これね、たらびたやつ。これあれだよね、体力上がるよね。はい、さあ来た、よいしょ、プラス5、マックスハートアップ、プラス5、オッケー。あ、これこっからいけんの。あ、いけたいけたいけた、いけたわ。よいっす。あれ、なかなかったわけじゃないぜ。ここで景色を見ていただけだ。絶対、あ、後ろついてきてる。絶対帰らなくなってんだろう。動画になって出してあげるから、どうぞ。助かったよかったね。さあ、あの人はあれですよね、アイテムだっけ、アクセサリーか。あ、いた、アクセサリー売ってる人だよね。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーやるぜ。あ、来た、ゴールドガードプラス。これ、マローズ。ピコピコチャンジャーってね、これ。チェンジャーか。マリオが動いた時の音を変えてくれる。それだけ、ボイチェンってこと、まあ、とりあえず、高いんでこれ買おう。ゴールドガードプラス、はい。バトルで受けるダメージをものすごく減らしてくれる。マイドアリー。そしてこれですね。ゴールドハートプラス。オッケー。バトル中、マリオの HP をものすごく増やしてくれる。マイドアリー。ちょっとこれ高いな。ちょっと高いな。これはまた後で買いましょう。はい、それではやってきました。折り紙城、再び。よっしゃ、行くぜ。ショートカット。お、ついにここまでたどり着いたか。さすがマリオくんだ。しかし一足遅かったな。チロのトラップとホッチキスがいい時間稼ぎになったようだ。兄上、あの上、一体何をたくらんでるの。おい、俺、何でもかんでも折り紙にしよって。この我が輩まで。ん？ピーチ姫はどこやった？ピーチ姫？それなら目の前にいるじゃないか。ダダーン！あー、ピーチ姫が。言っただろ？私はピーチ城のすべてを折り紙城に折り直したと。ピーチ姫も自分が主だった城と一つになれてさぞかし嬉しいと思うかな。ピーチ姫さんが折り紙城に、ひどい、ダメです。さらにこれ以上一体何を。はっ、このたくさんの鶴はまさか。そうだ、千は折ればどんな願いも叶うという禁断の折り紙、千バズル。この千バズルの力で憎きキノピオどもを一人残らず白紙にしてやるのだ。なぬ、白紙されたらもう二度と元には戻せんぞ。泣く子も黙る我が輩も聞くほどの恐ろしいことをよくぞ思いついたもんだな。そこまでキノピオさんを憎んでるの。そもそも兄上を追ってくれたのは折り紙職人のキノピオさんよ。そうだ、あのキノピオめ、私を追うために用意した紙を音もあろうかメモ用紙にしたのだ。折り紙の王である
私の体をくだらんメモで汚すなど断じて許すわけにはいかん。そんなに言う？でもだからってキノピオさんを一人残らず白紙だなんてひどすぎます。うるさい。キノピオどもはみんな同じ顔だからまとめて全部いくいのだ。握手に戻してしまえばもうあの間抜けな顔を見なくても済むというもの。それこそが私の理想とする折り紙王国なのだ。そしてマリオ、お前もことごとく私の邪魔をしてくれたな。しかしそれもここまでだ。鶴はすでに999話まで完成している。ここでお前を倒し最後の1話に追ってやる。さあ久々のボス戦、マリオよ、ついに対決の時が来たな。私の願いを叶えるためお前を倒してやる。覚悟しろ。掴む、叩く、オラ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 、え、掴む、よーら、むしる。オッケー。で、これで1回戦終了。くっ、神の力を超えてくるとは。兄上、大丈夫？あんなにたくさん神様の力を使うなんてめちゃくちゃですわ。うるさい。情けなどいらぬ。そもそも私がお前を追ったのは、共に力を合わせこの世界を折り紙王国に変えるため。それを拒み、こともあろうかペラペラどもの方について。オリビア、お前も折り紙なのになぜ私の邪魔をするのだ。するためにおられちゃうんじゃないと思います。兄上も私も元へといえば一枚の紙ですわ。その紙が心を込めておられて命をもらった、それが私たち折り紙です。ペラペラの人たちも同じ紙の仲間だし、みんなで仲良くしたいんです。その紙にくだらんメモをしたのはあのペラペラのキノピオだぞ。私は折り紙としてのプライドまでおられたんだ。やはり話してもわからんようだな。ならば。さあ来ました、闇落ち。折り紙の本当の力を見せてやろう。さあ闇落ち来た。ああ闇の力が中二病発症。さあ来た。おーい、恐ろしいやり方、一体どうなっちゃうの。おい、なんかいろいろ被ってくぜ。あーぐるぐる回転する。あー落ちる、バイバイ。かわいそう。あーなんかすごいことになってる。さあ来ました、第2ステージ、第2ラウンド、2戦目ですね。どうだ、折り紙は折り方によってどこまでも強くなれるのだ。ペラペラな奴らなど蹴散らしてくれれば。えん、蹴散らすぞと。やれるもんならやってみろ。ちょっとでかくなったからってなんだ。我が輩が相手だ。ロコさん、ちょっと待って。もうかっこよかったけど、そのままのペラペラじゃ本当に蹴散らされちゃう。折り紙の力が溢れてる今だったら私にもできるかも。折りますわよ。さあクッパ変身タイム。行くぜ、折っちゃうよ。さあ最強クッパガシーン、キュピーン。
ガッハッハッハ、いいぞ折り紙娘。さあ折りよ、これでハンデなし、真剣勝負だ、行くぞ。残った可愛い、残ったくねねね、こいつ結構やるな、我が輩だけで押し切れるか。じゃあ頑張ってくれ。あ、ほら周りに神の手の魔法陣がいっぱいありますわよ。神の手で地面をバンバン叩いたら、クパサーき助けられるかも。クパサーが魔法陣の近くに来たら、後ろに回り込んで神の手発動ですわ。クパサーが動いちゃったら B で完成でして、はい、ありがとう。後ろでめっちゃ戦ってる、急げ。はい、ペラペラのくせにやるな。ならばいでよ我がしもべ。来た、どうすんね。大きな顔、女の子落ちてきたらどう考えてもやましょう。落ちてくるまでに急いで地面をバンバンして、お父さんに勝ってもらわなきゃ。さあ行くぜ、頑張れクッパー。おーらお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 ら、ペラペラのどこぞ応援しれ、どすこーい。さあ、落としましたね。やったー、ゴー。兄上、あんなにペラペラの人たちを恨んでたなんて、こんな最後、残念ですわ。お、来ました、危ない。うわー、グッパー。さあ来ました、ラストバトル、これが正真正銘のラストバトル。来ました、巨大オリー。踊れ、もう許さん、消えり潰してやる。兄上、大きすぎ、こんなのもう止められない。はっ、そうですわ、折り紙職人さんからもらったあれがありましたわ。さあ変身タイム、いかなかった。誰だっけ、魔法陣だと、今さらそんなものを出してどうしようというのだ。えい、かざかしい、こんなもの。じゃあどうすんだっけこれ。よし、やっていこう、くるくるくる。そう、魔法陣がバラバラにされちゃいました。さらに今、私の怒りが猛毒となって下から迫ってきているぞ。ぼやぼやしていたらお前たちは終わりだ。うわっマリアさん、早く急いで魔法陣は元に戻して。着弾、行くぞ。はい、はい、オッケー、使わせてなるか。こうなれば魔法陣もろとも紙くずにしてやる。よし、行くぜ。はい、はい、おー、はい、よいしょ。おのれ、さあ行くぜ、神の手発動。はい、逃げる。オラ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 、ありがとう、ありがさん、よし、これで魔法陣の力使えますわよ。職人さんが書いたメモに書いてあった折り方が役に立つ時が来ますわ。さあ変身タイム、今度こそ行くぜ。さあ、はい、折って折って折りまくる。おい、出てきて、はい、かっこいい。かわいい。さあハンマー、巨大ハンマーですね、これで物体叩いていきましょう。アニメお願い、目を覚まして。行くぜ、オラ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 
わりだ。うわあ。オッケー。さあ、新エンディングはどこが変わるんだろう。兄上、ごめんなさい。こんなにボロボロに。思いっきりやりすぎちゃった。かも。オリビア。気持ちのこもった、いいハンマーだった。おかげで、目が覚めたよ。私は折り紙としての誇りに、こだわるあまり、心まで、折れ曲がってしまっていたようだ。うう、それは、おそらく、あのキノピオが、私の紙に書いたメモだ。この、愚かな私に似つかわしい、どんなことが書いてある。最後にそれを読んで、笑わせてくれ。わかりました。かっこよくて、心の優しい、素敵な王様になりますように。これは、絵馬なんかじゃないですわ。折り紙職人さんがアニメを折る紙に書いた心のこもったメッセージ。ふっ。素敵な王様か。職人さんは、この私を心を込めて一生懸命折ってくれたんだな。そうとは知らず、私は取り返しのつかないひどいことをしてしまった。罪のないピーチ姫やマリオくんまで巻き込んでしまい、申し訳なかった。ああ、オリビア、私の折った千バズルをお前に託そう。お前の手で、この私を千羽目の鶴に折り、千羽鶴を完成させてくれ。そして優しい心を持つ折り紙のお前の願いを叶えるんだ。それが私にできるせめてもの罪滅ぼしになるだろう。頼んだぞ、オリ。いや、ゲット登場。えい、いいぞーマリオー。よー、いいぞー、折り紙職人さんを連れてきたよ。折った本人ならきっと折りを説得できるはず。で、あれ、この安らかな髪は、オリビア、ハンマーの折り方が役に立ったみたいだね。俺は、もしかして、禁断の折り紙、千バズル？折り紙職人さん、私に、鶴の折り方を教えてください。兄上に、されたこの千バズルを、私の手で完成させたいんです。よし、わかった。今回の騒ぎも、元はといえば、私が折った折りの自然化したこと。命よりも、これで最後にしよう。それじゃオリビア、頑張っておるんだよ。さあ、オリ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 、うんうん、オリオリ、そこをそうして、こうして、ああして、さあ、できました。よくできたね。これで千羽鶴は完成だ。さあオリビア、君が叶えたいことをお願いして。こっから変わるのかな。はい、私のお願いは、なんだ？ここから変わんの？どこから変わんのこれ？あ、どうする？テンバズルさん、
願いします。兄上が折った折り紙を全部元に戻して。さあ来ました。え、ここまでは今までと変わらないですよね。前とどっから変わるの。これ一番最後ってこと。どこで変わるんだろう。さあくる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 、ここまでは一緒ですよね。どっから変わるんだろう。さあチェンバズルがすごい数だすごい数だな。ドーンと。さあ来ました、リーチ城。バイバイオリー、バイバイ。結局オリーはダメだったのこっちでも2周目もダメ。あ、これは、あ、違うかまだだったわ。まだか。どこが変わるんだろう。おい、ピーチ姫。はい、シュタッと。ワッと。あら、みんな揃ってどうしたの。ピーチ姫、元に戻ったんでね。よかったー。あれ、オリビアはどこ。オリビアは。ここも一緒ですよね。まだ変わんないのかな。エンディング見終わった後におまけがあるってこと。どこで変わるんでしょうかね。さあ、折られたものが元に戻って本当に良かったです。うんうん。ぴよぴよたんも折り紙祭りで大盛り上がりですよ。皆さんとても楽しみにしてたから、きっと大喜びでしょうね。さあここも一緒。かわいい、楽しいな。えいほう、かわいいな。もうみんなね楽しんでますね。あんな悲劇があったことも知らずのんきに遊んだるわまて楽しそうだな。えい、チェケラチョーってやってるわ。マリアさん、ピーチ姫ついに完成しましたよ。折り紙たちが平和に暮らす折り紙王国の折り紙城です。ここから違うよね。私を助けてくれた折り紙の子を思い出してるの。こうして平和が戻ったのもオリビアちゃんのおかげなのね。私からも元の姿に戻してくれたお礼を言いたいわ。さあ、いよいよお祭りのフィナーレですよ。さあ、え、終わっちゃうよ。折り紙に感謝を込めてありがとう。さあ、感動のシーン。おー、綺麗だ。何回見てもいいですね。花火が上がるといいですね。え、どこで変わるのこれ。もう終わっちゃうんじゃないこれ。ペーパーマリオ折り紙キング、え、終わっちゃったよえ、どこが変わったの。分かんなかった。これからさ、ブンブンブーン、お家に帰ろうぜ。お家に帰るまでが、ね、遠足終わりました。折り紙キングいかがだったでしょうか。2周目をやってまいりましたが、結構2周目やり込み要素が多くてびっくりしました。めちゃめちゃミニゲームとかキノピオ集めたりとかめちゃくちゃ大変だったんですけど、
すごいやり込み感があって、まさかねこんなに楽しめると思ってなかったのでお腹いっぱいです。いやでも楽しかったな。ミニゲームがね、最難関ミニゲームが多すぎるねんこれね。このゲームさ、びっくりしたわ。なんであんな難しいのっていうぐらい多いミニゲームがいっぱいあって、まあ、その分ね僕の攻略力が少しは向上したんではないでしょうかね。でエンディングがどこで変わるんでしょうね、それがちょっとまだわからないんですけど、最後まで一応見てみますか。どっかで変わるんでしょうねきっと。さあそろそろ終わりですね。任天堂ありがとうございます。でマリオとピーチ、そしてピーチ城、元に戻りましたね。よかったよかった。さあどこで変わるんだろう。もう終わっちゃったよ。新エンディングは見たかったんだけど、そのために頑張ったんだけど、え終わっちゃったよ。この後かな。あれこんなんあったっけ。これかもしかして。え、おーそういうこと。これはハッピーエンドってこと。あ笑ってる、よかったね。これは泣けるわ。あこれもしかして 100% コンプリート達成。オッケー来た、やったぜ。さあ来ました。はい、ということで2周目も無事 100% コンプリートできました。イエーイ、ありがとうございます。最後ハッピーエンドでよかったですね。あれはすごい感動するな。いやよかった。はい、ということでチャンネル登録コメントもしております。また次回お会いしましょう。さらば。